パラメーター演算子すりました。アウトラインなんか遠く養老先生のあれじゃないですか、養老先生の講演会じゃないですか。Which can スキームって何でしたっけ、スキームなんとかのやり方、税込み290、税込み4700円、営業部僕は営業やらなかったからいけなかったでしょ。重合保存、重合しないといけないです。科学的な重合が大事ですね。プレアス、ユニークシークエンサーですね。ハンドソッソさんを思い出しました。急に AV 女優のハンドソッソさんを思い出しました。なぜか AV 女優の名前を言ってしまった。ザッツ、ということでございます。ここからなんか SMAP さんがここから歌ってました。草薙さんが歌ってました。トライバーズトップスだった。意識の意でございます。祈りといえばクリスマス、キリスト教、学問の進み、爆笑問題、漫画喫茶では僕は高橋陽一先生のウィードを読みました。走る銀河、うるせえ奴らを読みました。高橋留美子先生のうるせえ奴らを読みました。漫画喫茶いわばなんとかなんとか600なんとかビーンメット分けてなんとかなんとか分けて装置応力がなんとか、応力は横の力とかでございます。応用の応用の時もあります。HD、ハードディスク。ハードディスクの容量を上げないといけません。100TB、100TB、100TB まで上げます。ハードディスクの SSD になってますけど、最近。どのバカ殿、志村さんのバカ殿は誰が受け取るんでしょうか。分かりませんけどね。ケーズ電機、あ、いいです。ケーズ電機、日本語の勉強になればいいと思いますね。日に出現するロング料金、ロング5500円、髪の毛散髪であんな高いのって、でも需要があって供給があるという、ビジネスが成り立っているからいいんです。自由競争ですか、世の中自由競争、自由競争の勝者が子孫を残せばいいのです。そういう社会で僕は敗北をしたわけなんですけどですね。自由競争版でございます。衆議院参議院、貴族院はありません。保社さんでございます。プログラム、なんとかプログラムってありますね。一体、ウィズドローですかね。大京アステージはうちの満件の管理会社です。実は大きな会社だと製品の代表の値を表すということで、仲買人、超ワイド版、仲買人というのはいろんなものを仲介する、これ外国の人の日本語講座ですよ。全ての日本語を紹介する、説明する、これ重要だと思いますね。印刷は紙に印刷することを印刷する。プリンティング、池袋で印刷の展示会があったんです。ご存知でしょうか。池袋は印刷がプライバシー侵害という、プライバシーになってますね。サイエンスの求人情報です。おっと、何か
脳みそを開発するレビュー、レビューは報告、参照、紹介するということでございます。レタ情報、ということでございます。コインです。昔コインの雑誌をいっぱいもらいましたけどね。コインの雑誌、コインを集める趣味は難易度かったですね。 7PP ミント、僕のあれですけどね、会社設立、長い難しい会社設立への道です。ビギニング、インタラクチャルなんとかということで、ジョナさんの社員はやっぱりジョナさんの社員はやっぱりジョナさんで食べるんでしょうかね、わかりませんけどね。フォーザなんとか、フォーザピープル、バイザピープル、レジデント、なんでしょうこれ、日本大学、グリッド感、グリッドというのは格子のことですね。先ほど言いましたけど、稲葉格子、ビーズ、願いは叶うということで、ということで、フォーナリー、この前のヤーシャン・ネイマンさんの先生の論文を切っていました。これで素粒子物理っぽくなったでしょうか。RRRRNA、 リボ核酸を演出、リボ核酸 RNA です。システイン、レテインということでございます。カツオだしが、It is a translation、 トランスミッター、トランスファー RNA、 焼肉トラチ、おいしそうですね。インベクター、ベクター、イノベーション、イノベーションジャパンがあるっていうこと、選択肢が多い方がいいということで、選択肢の一つにしてほしいと思いますね。何の選択肢か分かりません。ラジコン情報、ラジコンジャーナル、 RC マガジンをよく読んでた。昔はラジコンジャーナルが大好きでしたけどね。あれがなんか唯一の大人のジャーナルですか。まあ今で言うと車の雑誌みたいなんですかね。なんか車の雑誌5誌ぐらい撮ってる人いました、高校時代。しかし車の会社、車にはもうあまり興味がなくなってしまった。なぜか興味がない、何なんでしょう。免許も取ってないというか、サティスファイズ、 F1 好きでしたからね。アイルトン・セナが死んだあたりから、ということですか。日産サニー、なんかやたらあれですね、飲食店に興味を持ち出した、この年になって。タイプをなぜでしょう、全く興味があるなって。なんでしょうね、僕全く気づきませんでしたけどね、飲食店の良さを。この水商売と言われる飲食店が妙に好きになってきて、いいんですかね、いいんですか。